幅広い世代に人気の可愛いキャラクターを一堂に集めた展覧会が昨日から秋田市で開かれていて多くの人でにぎわっています。昨日秋田市のアトリオンで始まった 3X90 周年うちの子たちの大展覧会、コリラックマとすみっこ暮らしのトカゲが来場者を出迎えました。オープンの午前10時には多くの人が並びました。これまでに1000を超えるキャラクターを生み出してきた 3X の90周年を記念した展覧会、会場にはおなじみのタレパンダやすみっこ暮らしなどさまざまなキャラクターの原画やぬいぐるみが展示されていて、その数およそ1000点に上ります。今回のために作られた大きな人形と記念撮影できるコーナーもあり、子どもたちから人気を集めていました。すみっこキャラクターとか 3X のいろんなキャラクター知れてよかった。ずっといろんなところ可愛くてね、もう可愛いが止まらないで。3X90 周年うちの子たちの大展覧会は来月18日まで秋田市のアトリオンで開かれています。